はい、どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。お座敷です。チャンネルのキーでございます。さあ今回はこちら新型の、スープラですね。これのドリフトインプレッションしていきたいと思います。コースはつくばで、仕様をですねちょっと変えております。パワーを540馬力ですねまで上げて、車重を1400キロまで落としてます。でアップはすげえところに走ったぞ、すごいところに走ったぞ今。あとは3で行ったよ、すげえ3で行くんだあそこ。あとはですねフルカスの LSD を入れてるぐらいですかね。足もちょっといじってるな。すげえあそこ今3で行ったよこの車。ああ失敗失敗、すごいねちょっと乗りにくいなって思いますね。 V オプションの、 YouTube に上がってる飯田先生がですねやってるドリフトしてる動画があるんですけども、あれ見る限りだとすごい乗りやすかったんですよ。だけどねやっぱね違うな、めちゃめちゃ乗りにくい。もうアンダーがね出やすいんですよねこの車。なんでねドリフトの姿勢が決まっちゃえばいいんですけど、その決まるまでが難しい。なんでねちょっとうまくこのつくばつなげられないんですけど、私のテクニックでは。一つ言い訳をさせてもらうと、ちょっと VR かねVR でねハンドルがどこを握ってるかが分かんないんでそれかなというやつなんですよね。見てるんだね、見えてなくてもね、どのくらい回してるか。こういうところで一発で決まるとすげえいい角度とスピードで曲がっていくんですが、難しい。まあそんな感じで、まあ今からいろんなドリフト動画が出てくると思いますが、一つの参考にしてもらえたらいいのかなと思います。ちなみにですが現状この仕様ではおすすめしません。めちゃめちゃ難しいので初心者のドリフトはちょっとおすすめしないかなというところです。はい、そんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。それでは皆さんまたお会いしましょう。よしなに。